ライブブルーレイ &DVD 発売おめでとうございます。おめでとうございます。バリーさんもお喜び。どうでしたライブは？いや今回普通にプライベートで見させていただいたんですけど、これまでもちょっといろんなライブを見させていただいて過去一のライブでした。本当にこんな素晴らしいライブがですね、今治で見れたっていうことが非常に嬉しくて、ぜひですね、今治や今回の開催地以外の方にも見ていただきたいライブになりますので、DVD 購入をお勧めします。マリーさん、そうそう、マリーさんなんか今回のアルバムで好きな曲があるんだって？ダンシングタンクが好きなんだね。結構激しめの曲が好きなんだね。踊ってますね。今治市は瀬戸内しまなみ海道があるサイクリストの聖地と呼ばれている場所です。ぜひですね、ももクロの皆さん、ももふの皆さん、サイクリングに訪れていただいて今治市を堪能してほしいと思います。そして汗をかいた後はこのふわふわの今治タオルで肌を包み込んでください。ふわふわですから。ももクロの皆さん、本当に今治市に来てくれてありがとうございます。
これからもずっと応援してるんだぜー。兵庫県北部日本海側香美町です。今日はかすみちゃんも一緒です。アルバムツアー祝典ライブブルーレイ DVD 発売おめでとうございます。え、兵庫に日本海あるんですよ。かすみちゃんもまさに日本海の恵みでございます。香美町はカニの本場と言われております。かすみガニと呼んでいるベニズワイガニ、松葉ガニと呼んでいるズワイガニが特産品でございます。また9月からはかすみガニ漁が始まりました。カニシーズン突入です。また香美町では山あいの方で田島牛を飼育しております。田島牛肉非常に美味しいです。お召し上がりいただくことができます。この牛についてですが、全国の和牛のほとんどが実は香美町にゆかりを持つということなんですよ。どういうこと？全国の和牛の 99.9% が香美町生まれの田尻号の子孫であることが分かりました。まさにカニに加えて和牛のふるさとでもございます。そんな香美町です。桃色クローバー Z メンバーの皆さん、モノノフの皆さん、また香美町へお越しください。ありがとうございました。愛知県西尾市です。今日は桃色クローバー Z 祝典ツアー DVD& ブルーレイディスクの発売について、こちらにいる西尾市観光協会公式キャラクターまーちゃからお祝いのコメントをお伝えします。はい、じゃあまーちゃからの手紙を預かります。代わりに私が読ませていただきますね。桃色クローバー Z の皆さん、アルバムツアー祝典ライブ DVD& ブルーレイの発売おめでとうございます。
西尾市観光協会公式キャラクターマーチャです。実は西尾市でのライブ途中で市長から送った誕生日ケーキは西尾市のシティプロモーション特命大使であるショコラトリー高須の高須シェフがこの日のために特別に用意したケーキだったんですよ。西尾の特産品である西尾の抹茶に合うチョコレートをセレクトし、中には西尾のイチジク、イチゴをふんだんに使ったチョコレートケーキ、私も一緒に食べてみたかったです。これからも桃色クローバー Z の皆さんを全力で応援していきますとのことです。私もライブを見ていましたが、アーリンのお誕生日ケーキ本当に美味しそうだったよね。お抹茶以外にもうなぎやエビせんべいといったとっても美味しいものが西尾市には溢れているので、メンバーやモノノフの皆さんにはぜひもう一度西尾市に来ていただきたいです。全力でおもてなししちゃいます。